こんにちは、コケです。今回の動画は胴回し回転蹴りの練習方法とそのコツの紹介になります。動画を見てもらうと分かりますが、僕は実際胴回し回転蹴りを蹴った後に反対側の足をコントロールすることで失敗しても不利な状況で終わらないっていうことを意識して蹴っていましたが、今回の動画では蹴り足の方を狙った場所に当てるためにはどんな練習がいいのか、またどんなコツがあるのかについて解説したいと思います。現役の頃の練習風景を撮影したものをご覧いただきながらご説明しますので、ぜひご覧ください。おっす。最初にご覧いただくのは、投げてもらったボールを胴回し回転蹴りで打ち返すというトレーニング方法です。続いてご紹介するのが、動くサンドバッグの目印に対して胴回し回転蹴りを当てていくというトレーニング方法です。最後にご紹介するのは、構えている相手の前に立って相手にミットを顔の前で構えてもらって、それに対して胴回し回転蹴りを蹴っていくというトレーニング方法ですが、この時回転の軸を自分の胸の中心あたりを意識するんですが、この軸を相手の体の、僕から言うとこちら側なんですが、こちらに向きながら相手の太ももの中心あたりに自分の胸の軸を合わせていって、そこを合わせて軸を回転させて蹴りを持っていくってことを意識してやっていました。自分の場合、相手の太ももの中心にここを合わせて回転すると、ちょうど自分のかかとが相手の顔のあたりに行くっていう感覚があったので、そこの軸を揃えるっていうところを意識して蹴っていました。で、実際の動画でご説明させていただきますので、引き続きご覧ください。このチャンネルでは過去の試合の動画やトレーニング理論、また心理学を生かした子育ての知識などの紹介をしていきますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。おっす。